はいどうもロシアですはいえーともうね気づいたら3時とかになってるから <laughs> ビビるんよね <laughs> あのー、日付が変わってからまあ日付が変わってからっていうかまあ10時ぐらいから10時ぐらいから、まあ、今のこの今3時ぐらいのこの時間帯までのあの時間が経つのが早すぎるよねあのー、昼間とか例えばさ何の予定もない日とかでもう暇なでしょうがない日でまあ その寝てればいいけど寝てたりなんか食べたりとかなんかしてればいいけど何もしない時間帯あるじゃん間にねそういう時間帯ってさタバコブカブカ吸ったりとかさなんか飲み物ずっと飲んでたりとかさ腹減ってないから食うわけにもいかないしみたいな状態の時にさあのなんだろう時間経たないじゃん。例えば まあこれ楽しいことしてれば立つとか立たないとかあると思うけどさあの楽しいなんかハマってるゲームとかハマってる動画とか見てたりとか,なんかハマってる趣味とかをやってれば時間経つの早いけどなんかなーナーでさ暇つぶしでなんかあのんだろうねネットフリックスとか見たりとか。 ね、あの e m までも何でもいいけどそういう動画とかを見たりとかさ番組とか見たりとかさしてるけどもう見たやつだからその新鮮味がないからさなんか結局最後まで見なくて時間もあんまり潰せなくてみたいなのあると思うけどさなんかね <laughs> あのー、何でもない深夜で別に何もしてないのにさなんかその X とか、まあ、SNS とか見てるだけでクソほど時間経つことあるよね。本当になんか サクパンちゃんだったかなサクパンちゃんがなんかがさあのー、なんかトイレであのー、ねあのなんかその個室のとこ入ってさそこでなんかスマホいじったりとかして SNS とか見てたら時間が解けるみたいななんか時空歪んでんじゃねみたいなことあれ誰が言ってたんかな多分だどっかの VTuber の子だったんだけどさ多分サクパンちゃんだったような気がするちょっとごめん覚えてないんだけど。 なんかそんな風なこと言ってたけど、まあまあそういう感覚よね。なんかね、はい。まあということで、まあ感じあれなんだけど、まあ、タイトルね、あの全行程ってしてるんだけど、あのな、ー、んだろうな。あ <laughs> のこれさ、昔ね、えっ、ー、ともうなんか全部なんか人の受け売りみたいな感じになっちゃうから、あんまりその前例を出したくないんだけど、ただそのこれに関してはそれを説明した方が早いので、俺の ご意で説明するよりそっちの方がよっぽど早いんであの YouTube これ俺前にも言ったかもしれないけど YouTuber の,のラファエルさん仮面のねラファエルさんが俺もう最近そんな見てないけどもともと割と好きで今でもなんかおもろそうな動画がなんかそのおすすめとかに上がってきたら普通に見るんだけど光くんとかもそうだけど見るんだけどさあの結構前もう本当に全盛期と言える時期かな 今、それこそなんか社長業とかさ、別のことをね、やってるから、そんなになんか内容的にって思ったりしちゃうけど、あのドッキリとかね、バンバンやってる時期ね、ああいう時期にさ、それよりちょっと前かな、もしかしたら前かもしれんけど、あの、なんだろう、そのよくアンチコメントをいじるみたいな回をさ、よくやってたんよね。あの アンンチコメントななんか論破してみたみたたいなね下り結構やってたよね。でまあ多分ねそこあの今で言うとこの粗の品粗品さんとかがよくあのやったりするじゃんお前のこと誰が好きなみたいなあれに近くてもうちょっと大喜利に近いところもあったと思うよ。要はそうやって取り上げられるの分かってるからわざとアンチコメント書いてるリスナーだったりとか結構いたりすると思うよね。だけどまあそれはあると思うんだけど。 まあそれも含めてねあのまあよくねこういう話を全皇帝よく俺も言われるんよその全皇帝のやつだけなのかとか何かイエスマンばっかり集めるのかみたいな俺さっき X でも言ったんだけどなんかそういう人間要はその自分のこといいいい好き好きって言ってくれる人間ばっかりをなんかよいあの集めてそれ以外の人間は全部蹴飛ばすのかみたいなまあ当たり前なんよ当たり前なんだけど この話をした時にたいねそのヘイトを飛ばしてくるアンチだったりとかまあ要は自分と意見がもう明らかに違う人間そのどっちが悪いとかじゃなくて自分と明らかに違う人間がいたとしてまあそういう人間をね多分あのイメージすると思うよそのアンチとかもう,もう一番わかりやすいのがアンチだよね要はアンチ的な人間をそこに入れその対象にしてるんじゃないかって思うと思うんだけど違うんよねその まあ前これを言うから全皇帝とかそのイエスマンとかさまあ囲いとかさそういうのばっかりって言うんだろうけどあの正直アンチはアンチというかさ何て言ったらいいんかなそのもうめちゃくちゃ攻撃的に来るアンチとかさあとそのなんかこいつ護偉が死んでんのかっていうレベルのアンチとかまあ正直俺もねわざとなんかねあの んかねそ,のそれこそさ「ひろゆきっつ」じゃないけどさあの西村宏之のねああいうなんか論破みたいなものに憧れを持っちゃってるバカだったりとかさああいうのがいるからなんかそのちょっとなんか賢らしい文章でなんか書いてくる要はそのなんかテンプレ的な悪口だったりテンプレ的な俺に対するまあ俺がよく言われるような内容ねいろいろあるけど。 そういういのだったりとかもうなんか散々言われたしもう散々聞いてるみたいな「もう何それ」みたいな「もう分かったから」みたいな「もういいよ別にそれもう分かってるから」みたいな。でそのそれがね図星だったり図星じゃなかったりすると思うんだけど正直どっちでもどうでもいいんよ。図星だったとしても散々言われてるし図星じゃなかったとしても何度も言われるってことはそう思われてるやそう思ってる人間がいっぱいいるってことだから正直俺がそうじゃないと思ってでもね。 だから、ぶっちゃけど,どうでもいいんよ、これに関しては。で、その、アンチ、さっき言った、その、テンプレの悪口とかもそうだけど、これもどうでもいいじゃん。だから、アンチって基本的にどうでもいいんよ。あの、要は、えっ、ー、と、もう、その、お前それやめろよとか、お前もう、なんだ、チャンネル、チャンネル消せよとかさ、あの、やめちまえよとか、死ねえよとか、帰れよとか、まあ、俺も言うけどね、わざと。言うけど、あの、そういうテンプレ的なものだったりとか、 だともももううう分かりやすいしもうどうでもいいいいしどどでけまあ別にいいんよね正直そのレベルだったら <laughs> だけどそのなんかそのさっき言ったようなちょっとなんか賢らしくなんか言ってきたりとかなんか,なんか論破し議論をしようああ SNS のレスバみたいな感じのなんかしょうもない議論をまあ議論になってないんだけど議論をしたがりのやつとかさそういうやつが来たらわざと本当にあの便所の落書きのトラッシュトークみたいな返しを絶対するんよね俺は。 あのそうしないとそいつに乗っちゃうとさそいついい気分にさせちゃうじゃんそこでさそのレスバレス場なんてさ正直どっちが勝ったなんてさどっちも負けてるから正直 <laughs> そのやってる時点でどっちも負けてる俺もやってるから言うけどどっちも負けてるからどっちもバカだしだからそんなものに真面目に取り組むのが本物バカだからそんなのは適当でいいからそういう返しをするわけですよそしたら相手がこいつしょうもないってって折れるからその方が楽じゃんいらないしそいつ。 だけどそのだからアンチって別にどうでもいいんよ。どうでもいいしそこまで鬱陶しくないんよね正直 <laughs> あの。なんだろう不快に思うこともそんなにないしそもそもがねその。まあ不快に思うことはあるよ多少はね。多少はあるけどでも所詮その程度だしそんなものはその活動してさ人前で何かをしてる以上は、うん、絶対にあるものじゃん結局。その あのヒカキンとかああののレベルでもも普通にあるものだからさ誰でもあるんよねだけどだからそれはどうでもいいんだけど何だろうなアンチじゃなくてさこここういう指示中とかってよく言うじゃん YouTube Vtuber とかの,あの配信とかであ,のあそこってそういうふうにすればいいんだよみたいな聞いてもねえことを答える指示中がいるじゃんまあそれに近いんだけどあのこういうとこってこういうふうにした方がいいと思うよとか あのー、もっとこういう風にした方がいいとかこういう風にしゃべった方がいいとか、まあ、例えば前のそれこそ動画短くした方がいいとか、えーまあ、そういう感じのものね、まあ、あとそのこんな動画あげたらいいんじゃないですかみたいなこういうのやってみたら面白いんじゃないですかみたいな <laughs> 俺ね前にねスペースでも言われたんよ。な,なんだっけな、まあ、とある某ね某有名なインフルエンサーの人ね、まあ、今ちょっとあんま名前見ないけど。 当時めちゃくちゃ有名だったインフルエンサーの人がやってる活動があったよね。こういうこと、なんか、なんかその面白いみたいなね。まあ、俺、正直あんま知らんけど、ただまあ、名前ぐらいは知ってるような人なんよね。で、その人みたいなことをすればいいんじゃないみたいなことを、まあ、俺が YouTube やってるからね、みたいなことをなんか提案してくれた人がいるんだけど、まさにそれで、あの、<laughs> 何って、まあ、それこそ、 えと前にねミクロの話で俺実写の動画で言ったことあるんだけどあのー、なんだろうこういう風にしたらチャンネル登録者増えるよみたいなことを何か言ってくるねあのー、ガンダム勢のバカおじさんがいたんだけど今もいるけどねああいう風なさその支持中的なやつねあれが一番うざくてそのアンチじゃないふりするんよね。あのー、これねえと まあね、正直この話って結構何度もしてるから、あのー、ここを繰り返してもしょうがないからもうなんかねも,うもっとね端的なあれで言うんだけどさよくね、まあ、これもねちょっと何度かどこで喋ったか覚えてないけど何度かこういうなんかニュアンスの話をしたことがあるんだけどあのー、まあ,きあの接客業とかね何でもいいよ何の接客業でもいいんだけど夜食だろうがさコンビニだろうがさ あのホテルだろうが飲食店だろうが何でもいいんだけどそういうところでさ、あのーまあ、結構ねその接客のコンサルみたいなの入れてる会社とか結構あるよね俺もそういう仕事何度かしてるからあのそういうコンサルが来てなんか研修みたいなのがあったりとかするのを経験してるんだけどその手のやつでさ、あのー、よく言われるのがまあもうこれそのコンサルじゃなくても言うやついるんだけどバカじゃねえのって思うんだけど。あのー まあクレームってあるじゃん、まあ、クレームだったりまあ難,難癖だったりとかみたいなものってあるじゃんそういうのって要はその期待してるってことだからそこ,れこれ言ってることってそのコンサルが言ってることな、ね、い俺,俺の意見じゃないよあのクレームとかってその,その言ってる人がクレーマーの人がその店側に期待してるってことだからそれに応えてあげればその人は熱心なファンになるよみたいなことを言ってるわけよ。 でこれはさっきも言ったそのリスナーうんぬんかんぬにも関係してきてコメントしてきて指示,指示というかこういう風にした方がいいんじゃないですかああいう風にした方がいいんじゃないですかっていうやつってなんか害がなさそうに見えるよ別にそれだってした方がいいんじゃないですかって言ってるだけで何も強制してないこうしろよとかって言ってるわけじゃないじゃん言ってるわけじゃないっていうか仮に言ってたとしても別に何の強制力もないじゃんそいつが何言ったからってその俺に何を動かすこともないからだけど そのないけどだから別に害ないじゃんって思うかもしれないけどこういうやつってそのパッと見さ害なく見えるししかもアンチでもないじゃんさっきも言ったけどその期待してるみたいなかニュアンスで言うからだけど実際問題こういうやつらの言う通りにしたり相手したりしたらファンになってくれるって言うんだけどファンになったふりはするよだけど結局いつまでたっても言ってくるよ要は自分の、まあ、要はあの解釈違いって言葉あるじゃん。ああれと一緒でさあの ここの人はこうあって欲しいんだからそれはお前こうあるやつを見ろよっていう話なんよ俺を見なくていいよみたいなそんなやつはあのさあのさっきの接客業でもそうだしその配信者とかでもそうなんだけど そのまあね見てくれる人、まあ、要は自分のね今の活動を見てくれてる人、まあ、何を見てくれてる人でもいいよ俺だったらさそれちいかわを見てる人でもいいし VTuber のことを喋ってるのを見る人でも何でもいいんだけどその見てくれてる人はそのもちろんその尊重するべきだしその真摯に向き合うべきだと思うけどそ,のそうじゃないやつ今言ったようなさ支持中でこういうふうにした方がいいんじゃないですでそいつらって真摯にまずそいつらがまず俺と向き合ってないから。 こうなっっった方がいいてて言ってるんだからお前は俺じゃなくてこうすでにこうなってる人間まあそういう活動してる人絶対いるじゃんそいつが多分誰かを見て言ってるからそいつもねだからそいつ見りゃいいじゃんってお前はってお前さあのえっとそれこそさ風俗とか言ってさあの,あの子はやらせてくれたよって言ってるやつと一緒なんよそれそいつに行けよじゃあっていう話なんよ俺に言わなくていいからそいつに行けよっていう話なんよ結局ね だから、そういうやつって、いつまでたってもそれないよだって自分がこうあってほしいよ、ずっと言ってくるわけだから。でも、その、そういうやつって、まあ、リスナーではあると思うよ。そういうやつ、別にアンチじゃないし。それでも、その動画を見たりしてるわけだから、別にリスナーではあると思うけど、ただ、その、ファンではないよね、そういうやつって、結局。まあ、もう本当に、何が言いたいかって、これで、ファンじゃないんよ、そういうやつって。だから、 ファンじゃなくてただ単にその自分の思い通りになってほしいし自分が言ったことを言うとおりにしてくれるやつが欲しいだけなんよねこういうやつってもうほんまにどこのリスナーでもいるんよねやっリスナーみたいなやつがねだからそ,のそういうやつにまあもちろんねどこまで真摯に聞くかとかあると思うしそ,ういうそいつの言う通りにするかしないかっていうのもあると思うんだけどまずそういうやつはもう蹴飛ばすのが大事なんよもう寄せないもうそのなんだろう あの例えばそういう意見が来た時に「分かりました考えておきますね」って言って実際にやらなかったとしてもただ考えてるっていうそのこっちの対応があるからまた同じようなこと言ってくるじゃん要はそのそいつに穏便な対応をした場合まあ無視したら多分いいとは思うんだけど無視しても多分言ってくるんだよね見てないと思ってそいつも無視されたと思わずにさあのただ単にそのコメント見てないだけなんだなこいつと思って何回も言ってくるんよそういうやつってだから無視しても意味ないんよ 基本的にまあそりゃ一生無視してたらいずれいなくはなると思うけどそれまでの間がうざいじゃんそいつが1回でで消え去ってししいでしょだからそのだからその時点でもうすでに「もうお前みたいなやつはいらない」っていうふうな意思表示を絶対した方がいいと思うよ俺はそういうやつはいらねえってあのそ,れそういうやつはいらねえってせずにさそういうやつも受け入れた方が数が取れるって思うかもしれんけどそんな数いらないから正直。 何だろうなその害がなければ別に自分のファンじゃなくてもいいんだけどあの害がもうあるからそういうやつってうっとうしいっていう害がもうすでにあるようっとうしいだけで害がないとか言うじゃん例えばさあの虫とかでもさゴキブリとかさハエとかさ別にうっとうしいけどうっとうしいし気持ち悪いけどでも害がないじゃんみたいなこと言うわけよもううっとうしいことが害だから。 はっっきり言ってあの精神衛生上鬱陶しい邪魔なんだからだからそんなものに害がないとかいう問題じゃないんですよそもそも害あるしそもそもねだからうーんあのだから俺はもうこれだから全皇帝ってもうね本来は本当の全皇帝ボットみたいなもうあなたの言うことが全てですみたいなやつが欲しいかって言われたらまあ欲しいけど 別に全員がそうであってほしいわけじゃないじゃん別にそれじゃ面白くないじゃん正直ね <laughs> あのなんかあの独裁,独裁国家じゃまあでも独裁国家みたいでありたいわけよ正直うんだからその全皇帝っていうのはもうそのなんだろうなもう説明するのがめんどくさいからもうそう言った方が早いまあ要は全皇帝イエスマンになれって言った方が早いからそういう言い方をするけど別にそうあってほしいわけじゃないんよただそのさっき言った支持中とか その,その手のなんかあとなんか質問してるだけなのにみたいなこと言うやつ <laughs> よくあるじゃんあの聞いただけなのにみたいなこれもささっき言ったさその風俗とかでさあの本番ってできるのって聞いてるのと一緒じゃん聞いただけなのにって別に強制とかしてないよ聞いただけなのにって言ってるやつと一緒だからそれはっきり言ってだから聞くだけでもうダメなんだよそれはってもうすでに害なんだよ聞,聞く時点でねだって分かってることだからさ言ってもね だからうん、そういうやつは、本当に、あのー、まともに相手をしないのが一番だと思います、俺は個人的には。はいまあ、こういう話は、ちょっとまたあと別,別件でさ、あのラジオで言うと、どうしてもこういうふうにね、まあ、実際今日も、ね、20分ぐらいになってるけど、長くなってしまうんで、ま,あ、また補足として、また、あのー、コミュニティとかに書こうかなと思ってます。はい、ロズティアでした。バーイ。